こんにちは、佐伯千尋です。今私がいるのはですね、こちらの数の花尾駅にやってきています。町探検をして私の趣味になりそうなものを見つけていきたいと思います。趣味を探しに行ってきます。どういう店がいいかな。なんかでも食べ歩きとかできたらいいなとは思います。あ、なるほどね。はい、テイクアウトね。そうです。いいか。でもお店とかも多分私が今 2,3 年ここ離れてるので、うん、お店ちょっと変わったのかなとも思って、うん、なんかおしゃれな BGM 流れてる、うん、これキリタンポ FM っていう、 こうコミュニティラジオ。あ、ラジオが流れてるの。はい、このカズノのラジオが流れてるんです。えらい。ちょっといいですか。なんかここにワイナリーこの花のワインショップってあって、なんかワイン趣味っておしゃれじゃないですか。あ、おしゃれ。ちょっとここおしゃれだね。ね、見に行こうかなと思って。おしゃれだね。どっちだこれは。これどっちだこれは。OK でした。下手くそ。もう笑みこもれてましたもん。ここは何販売しているお店なんですか。はい、ここはですね、うん、ワインを作っております。あ、ここに今ずらっとありますよね。はい、そうですね、地元のブドウとリンゴを使ったワインとシードルになります。はい、そうです、カズノ郡小坂町の時戸っていう場所にブドウ畑がありまして、はい、で、まあ、そこで採れたブドウを使っているので、時戸という、まあ、うちのオリジナルブランドの名前になります。はい、ウェルカムドリンクです。ありがとうございます。ロゼワインです。まずはロゼワイン、はい、ワイングランドっていうブドウを使ったロゼワインで、はい、やや甘口になってます。これ見てください、色綺麗、見えます。すごくね、色綺麗なんです。飲んでね。うん、じゃあいただきます。いい香り。飲みやすい。少し甘い感じですね。そうですね、うん、なんか赤ワインって聞くとちょっと渋いイメージあるんですけど、まあ、ロゼだと飲みやすい感じで、うんうん、いいですね。ウェルカムドリンク。しかも色も見てください、可愛いんですよ。で、次が、はい、紹興酒っていうワインなんですけど、はい、実はこれがですね、一番特徴のあるワインになってまして、日本の山ぶどうに、はい、ヒマラヤとかロシアとかアジア系の山ぶどうを交配した品種なので、はい、ヨーロッパのぶどうと全然味わいが違いまして、生のお魚、刺身とかお寿司とかウニイクラとか、ああいう生の魚介と合わせられる赤ワイン。じゃあ日本食に合うワインということでいただきます。違う、うん、ちょっと酸味強い感じ。そうですですね、はい、そうです、はい、この酸味が特徴なんですね。山ぶどう交配種、はい、日本の山ぶどうの血が入っているので、うん、はい、やっぱり酸がすごくしっかりしてるっていうのが特徴で、うんうん、でこれが2017年のヴィンテージなんですけど、はい、だいぶこれでもね、まろやかになっているんです。はい、でこれがですね、はい、JR 東日本でトランスイート四季島っていう列車走ってるのご存知ですか。四季島、はい、はい、あちらに採用されたワインです、うん、すごい室賀生詰めのタイプ で、ね、はい、タンクの上積みを直接瓶詰めしているワインなんですね。はい、あ、いいですね。これだって高級列車に乗ってるのと同じのが楽しめるって。うん、うん、あ、うん、でもシードルの匂いがきちんとある感じで、うん、濃い匂いします。いただきます。富士リンゴを使ってます。うーん、さっぱりしていて甘くて飲みやすいです。そうなんです、甘口なんですけど、うん、すごいすっきり感があるんですよね、はい、酸味をちゃんと残しているの でこれも食前酒にすごくいいです。うん、食欲が出てくるですね。お腹空いてきました。今度ね、はい、これはもうちょっと甘いです。ぶどうの甘口なんですけど、はいはい、こちらですね、はい、ポートランドっていうブドウ、これはね北米品種なんですけど、はい、やっぱり時戸で、栽培しているブドウなので、おお、すっきりしていて美味しいです。さっきはやっぱりリンゴの感が強い感じだったんですけど、こっちは白ワインで、うん、白ワインは当たり前だわ。そりゃそうだ、はい、
これもねアルコールは 7% あります。全然アルコールを感じないので、うんうん、ちょっとこれはね白の辛口なんですけど、うんうん、これでちょっとお口をリセットしていただきます。へーすごい飲む順番もあるんですね、うん、これはまああのす、まあ、すっきりとね優しい辛口なので、うんうんはい、これ飲みやすい辛すぎなくって辛口苦手な方でも飲めるような味わいになってます。ヤマソーオビニオンの辛口です。結構色もなんだかこれはちょっと濃い気がします、うん、そうですね、うんうん、これがあの洋食とかお肉に合わせていただくワインです。うん、嗅いだことある感じの、ね、うんうんうん、近い匂いです。多分一番普段飲んでるのに近いです。はい、いただきます。うん、濃いですね、はい、ブドウが濃いです。赤ブドウの濃さをすごい一番に感じて、ちょっと酸味もありますね。そうですね、うん、どれが一番お好みに合いましたか？いやどれも本当は美味しかったんですよね、うん、気分で選んでもらったらこういう私なんですけどどれがいいですかみたいなさ、あのバーのマスターみたいなさ、あ、そうですね、選んでもらうのどう？いいですね、それがやり、それやりたいです。友達とワイワイするためのワインがあったらそのワインのために友達作り頑張れるかもしれない。あ、なるほどね、自分よってよりは友達に味わってほしい用のワインね。なので、まあ、この年代の人でも楽しめるワインってどれになりそうですか？20歳だから、まあ、そうです、20歳。そうですね、まあ、初心者が多いです。そうすると個人的には甘口おすすめなんですけど、はい、でもやっぱりこうお料理食べながらとかっていうことを考えると、うんうん、この辺ロゼとかさっきのですね、ロゼとか、はい、軽めの赤がおすすめです。どれにするの？これにしようかな、このロゼですよね。ありがとうございます。じゃあロゼ、おすすめです。ロゼにしようかな、はい、これだって可愛いで、これです。色も可愛いですもん。確かにね、うん、いいじゃん。これね、潰してすぐ絞ってこの色なんですよ、はい、へー、濃い色ですね。だとしたら、はい、明るいっすよね、色合いが、うん、綺麗な色なんですよ。でいいですね、秋田の自分の地元のワインって。ありがとうございます。時と、じゃあこちら買います。ありがとうございます。すいません突然じゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。またお邪魔します。はい、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。すいません、急に来ちゃって。すいません、ありがとうございました。すいません、申し訳ないです。すいません、ありがとうございます。いや良かったです。あの素敵なワインと素敵なお母さんに会えて、うんうん、先輩だったね。先輩でした、人生の、うん、何を学んだ。え、それは、うん、まあ、ワインとは人生です。それ縦軸にならないよ。あ、本当ですか。なればいいなと。人生であるは多分縦軸にするのはちょっと難しい。あっという間に夜になった。そうですね、もうすっかり日も落ちてしまって、うん、まあそろそろ晩御飯の時間ということで、うん、数の名物幸楽のホルモンに行こうということで合ってますよね。合ってます。よし、私めっちゃ好きなんですよね、ここのホルモン。じゃあもう食レポはバッチリだな。頑張る。食レポ難しいんですって。お、合ってました。うわ、来ました。おー、何かちょっとしたイベント、学校の運動会終わったとか文化祭終わりとかで、うん、結構買って帰ったりお店でみんなで集まって食べたりっていう感じでした。はい、あとはどうなったら食べ頃とかって、わかりますよね、来てるんであれば、はい。みなされてるけど、まあ、頼むで。ちょうど良さそうな時に食べます、ね、もうめっちゃくちゃ美味しそうな匂い漂ってますね。あともう少ししたらもう食べれるから。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、食べよう。ではいただきたいと思います。美味しい。やっぱね、馴染みの味なんですよ。やっぱりな、懐かしさがあります。だからもう美味しさも人一倍です。ちなみに私の家ではこれとプラスもやしも入れてるんですよ。でもやし水分多いじゃないですか、
最後の締めの時に役立つんですよ。なるほどね。うん。今日水族館良かったね。いやー良かったね、うん、イルカショーとか本当に見るの久しぶりだったしね。うん、もうあの水しぶきかかってきた時本当大変だった。あー濡れたね。そう、もうおかげで新しい服買ってもらって良かったわ。あー良かったよね。いやー起点聞いたよね、あそこで、うん、いやビール美味しいわねー。やっぱいっぱい歩いたし、うん、歩いた後のホルモンよ。最高、もう死んでもいいこれ。え死ぬの？うん、死んだら嫌だな。うん、じゃあ生きてる。はい、あった。あげない。食べたいんだけど、うん、あげない。でも、もうお願いやめよう。もう頑張ったよ。なんで盛り上がってたじゃん。うん、ちょっと普段やったことないからさ。難しいしな、可愛い女の道。だって絶対可愛い女の子ホルモンとか食べないですもん。それは分かんないよ。多分キャベツとかで美味しい。ちょっとそれやろうよ。可愛い女子バージョン。うん、わあホルモンだ。え食べていいの？食べるよ。おいちホルモン、おいち。本当に美味しい。今日持って帰ろうと思ってます。ん？締め何これ？締めうどんです。うどん、はい、やっぱうどん定番。うん、うどん汁吸うんで。あ、この濃い汁をね。そうです、そうです。そのうどんがいいわけだ。はい、で、このままこううどんの状態で食べてもいいんですけど、なんかさ焼きうどんみたいにちょっと焦げてもまた美味しいんですよ。あー、いいね。なので、こうまあ、ほろ酔いでやってちょっと焦がしちゃったって言っても美味しいんです。いやー、ではね、じゃあ最後、締めのうどんいただきたいと思います。締めコメントください。やっぱりね、ホルモンのね、汁を吸ってるうどんは一番うまい。世界一おいしいです。うん、おいしい。このホルモンの汁を吸ってうどんもこの茶色いうどんになってる。待って、ちょっと本当にできない。いや、この茶色いうどんになってね、やっぱ汁を吸ってるのがすっごく美味しいんです。やっぱりね、一番最後に一番美味しいものを持っていくのがこのうどんなんです。まあ私もこんな風にね、ロケの一番美味しいところを持っていければよかったなと思う今日のロケでした。次回もまたお楽しみに。